はい、皆さんこんにちは、岡チャンネルです。今日は TOEIC パート5、1日5問の第63弾となります。今僕旅していて、北海道の旅が先週終わって、今ずっと東京まで下っています。今は宮城県の、名取というところにいます。名取市の温泉にいます。で、温泉がすごいいいので、温泉マニアとしてはここは外せないなと思ってここにいます。で、今日はこの後下って福島県のいわき市の温泉、湯本温泉に行きたいと思います。旅の様子、今後上げていくので、投稿していくので、そちらも見てください。キャンプ地相当紹介してます、今回は。北海道プラス、秋田とか、山形とか、能登半島の方とかも、ぜひご覧ください。では、本題に戻りましょう。ポイントの1、1問につき30秒が目安。ポイントの2、文法が20秒で文脈が40秒というイメージです。平均して30秒くらいで解きましょうということです。で、ポイントの3ですが、多義語でレベルアップと書きました。多義語っていうのは、一つの単語でもいろんな意味を持つ単語ですね。例えば、account ってよく出ますね、トイックにね。説明って意味があります、account って。それ以外にも、口座とか、銀行口座とか、取引先とか、顧客とか。で、文脈によって意味が変わってくるんですね。で、トイックってパート5、6、7、全部これ出るんですね。それぞれ。取引先だとか、説明とか。じゃあ、どうやって判断すればいいかって言ったら文脈なんですね。文脈、前後の文脈で判断して、あ、これは口座とか、取引先とか、顧客って分かってくるので、そこからちょっと判断してみてください。なので、一個の単語でもいろんな意味があるということを知っておいてください。で、それを実際に文脈からというか、実際にテキストから勉強していくのが一番いいと思います。こんな風にアカウントイコール説明と口座と取引先と顧客あるぞって覚えても無駄なんで、できれば実際の場面で覚えていくのがいいと思います。トイックのいろんな教材を使って、まあ今回はこれ使ってますが、まあ、こういう教材を使って実際の場面で使うのが一番いいと思います。ぜひ参考にしてください。で、もう一個同じ単語でも名詞があったり動詞があったりしますね。例えば、example の2がありますが、The professor houses 10 students. これ意味わかりますかね？その教授は10人の学生を泊まらせていますそうです。自分の家にね。こんな感じで、house っていうのは家以外にも動詞では一時的に泊まらせるとか、もしくはステイさせてあげるっていう意味がありますので、こういった一つの単語でも品詞が異なることがあります。なんでこれも合わせて覚えててください。例えば、book とかね、本以外にも要約するっていう意味がありますね。そんな感じでちょこちょこ覚えておくといいと思います。では、今映っている111番からいきましょう。30秒でどうぞ。では111番いきましょう。Members of the planning department なんとか that the factories will be unable to keep up with demand after December. これは動詞が入りますね。最初の下線部以下までが長い主語です。つまり、planning department 企画部とか計画部ですね。企画部のメンバーたちはざっと以下しましたよってことですね。なので動詞が入るんですけど、この中で動詞2つあります。A か C です。A だったら主語が複数形です。なんで答えが A です。C だと estimates なんで、主語が単数、he とか c とかね。単数じゃなきゃいけないですね。でも主語見ると members っていう風に S 付いてますね。なのでそこから答えが A ということになりました。なので文法で絞れる問題でしたね。文法の問題でした。で、意味としては、その企画部のメンバーたちは estimate、まあ推定するとか、もしくは見積もるって意味があります。estimate。推定しますとか見積もります。何をって言ったら、工場が keep up with、追いつくことができない。アンネーブね。できません。何にって言ったら需要に。demand っていうのは需要です。で、いつって言ったら12月以降ということになりました。答えが A でした。ちなみに D の estimable っていうのは評価できるとか称賛すべきという意味があります。っていうのは estimate っていうのは見積もるとか推定するっていう意味ですね。つまり、その商品なり人なりをしっかりと見るってことです。しっかりと見るってイメージからその人を評価するとか称賛するって意味になってます。で、しかもこれ、ブルがついてるんで、形容詞ですね。評価できるとか称賛すべきって意味があります。一応覚えておいてください。それでは次、112番いきましょう。30秒でどうぞ。
では112番いきましょう。The exhibition was visited by some 10,000 people before its 何とか in March。 これは It's ってそのって意味ですね。アポストロフィー S ないですね。その何とかなんで名詞なんですが、 ABC 理数って名詞なんです。なんで文脈の問題です。文脈でいくと、その展示会は some、 おおよそね、おおよそ 10,000 people、 1万人に訪れられました。まあ、訪れられましたっていう日本語おかしいんで、まあ1万人ぐらいが訪れましたよと。で、before it's 何とか in March、 3月の終わりまでに、終了までにって言いたいんで、答えが C の conclusion です。 conclusion っていうのは終わりって意味があります。結論っていう意味以外にも終わりとか終焉って意味があります。なのでまさにこれがさっきのポイント3です。一つの単語でも多義語でいろんな意味があるということで覚えておいてください。conclusion、 終焉とか終了とか終わりって意味があります。ということで書いてきました。 conclusion、 終了とか終焉とか結論ですね。 exhibition、 exhibition です。発音のアクセントね。 exhibition、 展示会。 quantity、 量。そして capacity、 容量とか定員って意味があります。 capacity はね、結構ねトイック出ますね。容量、定員、どっちの意味でもね、ちょっとチェックしておいてください。それでは113番いきましょう。30秒でどうぞ。では113番いきましょう。 In order to remain competitive, Gentel Electronics has been forced to lower its prices. なんとか The cost of production has risen. もしくは risen。 これは下線の後に、まあ、下線の前後に SV がありますね。下線の前も SV だし、下線の後も SV なんです。つまり接続詞が入るんですけど、また来ましたね。 ABC で全て接続詞です。これ A 一旦なんとかすると、 B なんとかだけれども、 C なんとかなので、D、なんとかしない限り。なので文脈でしか選べません。で、文脈見ていくと、In order to remain competitive、 競争力を保つために、もしくは維持するために、この会社ね、Gentel Electronics、まあおそらく電化製品でしょう。この会社は、has been forced to lower its prices。つまり、価格を下げる、lower、ことを強いられていますよということですね。その後に来るのが、下線の後ね、The cost of production has risen。生産コストは上がってる。つまり生産コスト上がっているにもかかわらず価格は下げなきゃいけないが一番いいですね。にもかかわらず、なんで答えが B の even though です。まあ大増と一緒ですね。大増、even though、 書いておきましょう。ということでこんな感じですね。 even though、 なんとかにもかかわらずイコール大増ですね。 remain competitive、 競争力を、他社との競争力を維持するということですね。 be forced to do、 なんとかすることを強いられる。 lower、 下げる。 unless、 なんとかない限りとかしない限りって言われます。例えば unless it rains、雨が降らない限りって意味があるんですね。書いてみましょうか、一応。Unless it rains、 雨が降らない限りですね。こんな感じです。もちろんこれは Unless it rains、we will go out、 出かけますよみたいな意味がありますよ。大丈夫ですか？では114枚いきましょう。30秒でどうぞ。では110枚いきましょう。 Klimt Milk's new delivery trucks run far more 何とかで終わってますね。で、 allowing 以下は分子構文です。 ing 系というのは分子構文といって追加情報です。付加情報。 allowing the company to offer lower prices to retailers。 つまり後半部分でいくと、その会社が許されますよ。 allow というのは許すというんですね。何を許すかって言ったら offer lower prices、 低価格で提供すること。誰にって言ったら retailers、 小売業者にってことですね。今のが allowing 以下の意味です。で、前半部分はこの会社の新しい配達トラックは、まあトラックはトラックでしょう。配達用トラックっていうのは run、 走りますよ、まあ走行しますよと。で、この far は無視でいいです。 far っていうのは比較級とかを強める役割です。無視してください。 run more 何とかです。この more 何とかの結果によって
allow ですね、価格を下げられますよってことなんで、このトラックってどんなトラックなのって言ったら効率がいいんですね。燃費効率がいいってことです。つまり答えが A の efficiently、 効率よくって意味があります。この場合は燃費効率がいいでいいでしょう。まあ、トラック、まあ、車なんでね、燃費がいいっていう意味が一番いいでしょう。なんで答えが A の efficiently、 効率よくって意味があります。ということで書いてきました。 efficiently、 効率よく、この場合は燃費の効率がよくって意味ですね。 allow 人 to do、 もしくは allow company の意味ですね。 物 to do、 人とか物が何とかするのを許す。簡単に言うと、もう人とか物が何とかできるということです。この場合だったら会社がオファーできますよって意味がありますね。 retailer、 小売業者。 remarkably、 目立って注目して。 remark っていうのは意見を述べるとか言うとかって意味があります。もしくは他にも何とかに気づくって意味がありますね。re っていうのは再びですね。で、mark っていうのはマークするって意味です。教科書とかもそうですけど、目立ちますね、なんかマークすると。だからここで目立ってとか注目してって意味があります。 precisely、 正確に。 cautiously、 用心深くでした。ではラスト115番いきましょう。30秒でどうぞ。ではラスト行きましょう。 Several designs were suggested for the new logo。 ここで終わってますね、文章ね。いくつかのデザインが新しいロゴのために提案されますよ。いいですね。で、文章をつなげるためには関係代名詞が必要なんですね。 The best of 何とか will be posted in the conference room for staff to comment on。 なんだけど、普通だったら The best of 全部ですね、それらのうちの一番が貼り出されますよ。どこに？カンファレンスルーム、会議室に。なんでって言ったらスタッフがコメントするためになんですけど、カンマなんです、ここ。カンマってことは文章がつながってるんですね。つまりここでは関係代名詞が必要で、答えが which です。The best of which になります。で、関係代名詞なんだっけって人にちょっとだけ説明します。まずこの文章が2つありますね。1つ目がこれですね。Several designs were suggested for the new logo。そして2つ目が、ピリオドなとね、2つ目が the best of them。それらのうちのベストが貼り出されますよなんですね。で、この2つの文章を1つに合体させるっていうのが関係代名詞です。つまり関係代名詞っていうのはノリね、くっつけるノリの役割です。で、そのために使うのが which とか what とかですね、関係代名詞で。この場合全部になってます。全部イコール、ここでは several designs、 これイコールですね。で、イコールの時のこの全部を全部のままにしてると使えないんですね。関係代名詞にしなきゃいけないんです。で、関係代名詞に置き換えるとこれが which になるってことです。Which、 それらなんで which になります。もしこれは人だったら who とかになりますね。でもこの場合は人じゃなくて design なんで物ですね。物の場合は which になります。 which で、 A の that が使えない理由っていうのは、 that っていうのはこのカンマと相性が悪いんですね。カンマ that っていうのはいろんな文法の意味があって、他にもなんで紛らわしくなっちゃうんです。だからカンマと that は相性が非常に悪い。つまりここでは which しか選べないということです。ということで答えが B の which になりました。この辺は、まあ、個人的なトイックのクラスとかでやってるんですけど、ここでやっちゃうと相当時間かかっちゃうので割愛してます。一応こんな感じで簡単に覚えておくといいかもしれません。まずは関係代名詞っていうのはノリの役割です。文と文をつなぐということを今日ちょっと覚えてください。それでは振り返りましょう。115番が関係代名詞の問題でした。ちょっと難しかったですね。114番が、語彙が難しかったですね。 efficiently とかね、効率よく。113番、文脈、全部接続詞でしたが、ちゃんと前後関係読むとできるということです。112番、文脈。111番、文法ということでした。で、今回はポイント3に書いたように多義語でレベルアップです。一つの単語でもいろんな意味とか使い方があるということで、これイコールこれだけじゃなくて、これイコールあ、こういう意味もあるんだということをいろんな例文通して、問題を通して学習するといいと思います。頑張ってください。それではまた次回お会いしましょう。オガチャンネルでした。失礼します。これから温泉入ります。オガチャンネルでは英語の勉強法と旅の動画を配信しています。登録者数1000人を目指して頑張っています。ぜひコメントとチャンネル登録をお願いします。